ペットボトルに水が入ってるんですけども、ここに穴を開けてですね、千枚通しで水をたーっとこう流すんですけど、でこっち側からレーザーを当てると、そのたーっと流れ落ちる水のところでですね、反射を繰り返してレーザーがその中伝わっているっていうのを観察したいんですけど、まずペットボトルに千枚通しで穴を開けますね。すでに水が入っているのでいいですね。あと上キャップがしてあるので、このキャップを緩めるとチャーチャーっとこう出るんですけど、ちょっとタイミング合わせますね。まあ、このまま当てても見えることは見えますね。だーっとこうちょっと弱まってきちゃった。調節が難しいんですけど、こういう感じですね。中央から一人当てるのが、部屋をちょっと暗くしてみますね。コントロールが難しくて、結構被害がひどいんですけど、この流れ落ちる水の方にこうレーザーの光がこう入ってこう曲げられてるっていうんですかね、流れに合わせてこの中を通ってるっていうのが分かるんじゃないかと思うんですけど、手で押さえてみて。水を使ってるんですけど、この中に少し牛乳とか入れるとね、もう少し光の、通り方を通ってるのがね、分かりやすいんですけど、被害が拡大しそうなので、真水でやってみました。光ファイバーの原理みたいなもんですよね。